本日の動画は、いや、ホベラさんめちゃくちゃジグザグに進んでるから俺もどこかわからん。でもね、これ地上がわかんないや。どうしよう。なんか地上すごいバイオームだったよね。ジャングルとメサガの合体みたいな。なんか今左で足音した気がするぞ。気のせいか。左で足音。ネタバレするけど何もないよ。何もない、ね、ただの幻聴か。左で足跡って聞こえた。ちなむとガチで何もないね。もうただのやべえやつじゃん。でよ、まあ、なんかまあ、うー、まあ、聞こえたんでしょう、うん、聞こえた。やめてやめてやめて、まあ、仕事やめたら疲れてるんだろ。耳も疲れてんだよきっと。俺も疲れて。いやでもな、俺仕事超楽しいからな俺。あ、いいな、まあ、いいことじゃないですか、うん、仕事が楽しいっていうのは。洞窟が全部水だらけなんだよ。いや俺そうだな、水あったら入りたいって話してたから、ね、最初の段階で木たくさん取っときゃよかったな俺。意外と木材少なかっただからちゃんと確認しておけばよかったな。カバないよこれ。明るさだけは欲しい。ここ来れば私多分輝ける。あー、何にもない。オッケー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 。私、あー、しかも食料ゲージが、あ、ついに走ることを禁止された。オーマイガー。前ちょっと鉄だけとりあえず。あれこっち行ってないじゃん。おー、こんなところにいいじゃない。これは金ですか。金です、これは。ゴールド。なんだかんだいいんじゃない。メサバイオームの方来てる何人か。あー、ええやんええやん。メサ直下掘りしてるスタイル何。あのさ、トイレのさ、小学校とかにさ。すごいぞこれ。いいっすね。レモン石鹸の匂いする。あー、なんかあったな。何の話してんの。全然聞いてなかったけど。あったな。どういう話から。私あれ配信中にお光沢くんだよ。へー、なるほど。うん、精神統一というかリラックスしたいから乱れちゃうから。うん、で、なんかこのセットをね、リスナーさんにもらったの。へー、1年半前に。いいな。一生なくならないの。とんでもないな。あー、そうだ、俺一個明治さんに聞いてみたかったんだよな。あのサボンってわかる。明治さん、うん、サボンわかる。サボンのボディスクラブって女の子にあげたら喜ぶ？おい、また女の話か。こっちを見ろこっちを。女いいね、女。なんだろう、なんかあれじゃない、普通の女なら喜ぶんじゃない。でも私は喜ばないけどね。いや、自分持ってるから別にって感じ。ああ、なるほど。でも一応消耗品だからさ、ああいうのって。なんだろうね、なんかね、女って。おお、びっくりした。ええ、危な。お、新しい、なんかボディスクラブとか試すような子って、なんか新しいもの試したかったりするから、なんかそれだったらサボン好きな子だったらラリンとか他にブランドあるから、めちゃくちゃその話するじゃん。なるほどね。なんかあのちょっと冒険して、じゃあディオールのボディスクラブとかっていいんじゃないと思う。同じボディスクラブ送るんだったら。確かに。いやでもこの間ディオールの白リップあげたら結構喜んでくれてたからな。別の子やけど。止まんねえ止まんねえ。え、何、女に貢ぐために働いてんの。まあモチベーションはそれぞれだからね。いや、その実際アイドル好きだから、その観点で言うと間違ってはないんだよな、ぶっちゃけ。2人の女、1人は彼女で1人はアイドルってことですか。別にそうとは言ってないんだけどな。逆に最近俺ガチでハマってるのは女子アナっすね。女子アナっすか。うわー、無理だこれ。例えば俺ももうさ、最推しがいるんですけど、女子アナの、はいはい、それはあのアベマの西澤アナウンサーっす。あの千鳥と一緒に番組やってるアナウンサーなんですけど。ねえ、俺結構頑張ってるよ。200ポイントぐらい稼いでるよ。すごいっすよね。私あれだよ、俺すごいことやってんだよ実は。2年前男子アナウンサーになってた。おい、止まらんな。あ、そうなんや。いや、イケメン多いから。確かにイケメン多いかもしんないし、可愛い人多いかもしんないけど、私バカ嫌いだからさ、やっぱアナウンサーってある程度学歴あるからさ。あ、確かに、ね、安心して見れるんだよね。いや、あれだよ、なんだろう、なんかあのね、ゲームとかしてたらいる、なんかあのすぐ
なんか、まるまるくんキャリーステーみたいな女私嫌いだから。誰でも嫌いだろ、多分。それは誰でも嫌いだよ。逆にでも、ああいう子好きっていう人いるの？俺見たことないけど。いや、結構ね、それが苦手みたいな女いるから、私そういうタイプなの。なんかさ、最近ツイッターの広告でさ、なんか推しとゲームができるみたいなって30分何百円みたいな広告ない？見たことない。それ使ってるから私来月から そういう案件取るんだから。失礼いたしました。俺そういう使ってるやつガチで嫌なんだよな。うわー、そんなことしなくても女とゲームできるし、女と遊べるし。そこなの。論点そこなの。別にそこ見え張るところじゃなくない。アシアトさんはね、自由ザワールドっていうのがあったから作業強いからね。もう無理だ、見つかんねえ。諦めるな。あやばい。生き残れ、生き残れ。まずまず、あぶねえ。あぶねえ。ちょっとホメラさん、最後の最後で見せ場作んなくていいから。あぶねえ、取れたか取れたか。最大の見せ場作っちゃったって。取れたかな。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。我々ね、ご飯がないんですよ。そこはね、ちょっと申し訳ないね。そこ考えてなかったわ。なんとかするよ。やべ、腹減ってきた、ガチで。何も食べてないんですか？コーヒーしか飲んでないかもしれない。コーヒーだけですか？お腹食ってからだよ。ああ、そう。星に貢いで食う飯がねえってことですか？いや、最近、その、体鍛え始めたからまた、体鍛えてるのにコーヒーだけはまずくないですか？ちょっとバランスが。いいんだよ。脂肪燃焼するからカフェインって。そうだよ。実は取るんだよ。ボディービルとかやってる人とかみんなコーヒー飲むよね。まあ取りすぎはね、よくはないけど。まあ、ある程度はね。そうそうそう、汚いじゃん。ボディービルだってコーヒーしか飲まないんですか？いや、そんなことはないよ。ちゃんとプロテインとかも飲むよ。朝一杯だけ飲んでとかせはるね。それで脂肪を燃焼しやすくして、脂肪燃焼したら筋肉に皮膚が張り付くようになるから痩せれば。全然知らねえ。ちょっと参考になりました。でそれの関係でアルギニンとシトルリンとかこれパウダーで買って飲んでるから。もうジム行ってる時はなんかだけど性欲増強剤知らないし。いや疲労回復と筋力増強のやつだよ。ちゃんとした目的は。すごい突っ込みに食うと思って。そんな俺バイアグラ飲んでますとかじゃないんだからさ。大丈夫だってそんなの。筋トレした後に。筋トレした後に。なんで筋トレした後にバッキバキになんなきゃいけないんだろう。ちょっと頑張りますね。どうすればいいかわかんなかったんですよ。